この辺りを散歩していたのは間違いなさそうね。足跡が残っているわ。お、これってラムネの瓶。以前ガンマが作っていたものだけど。そうそう、主に献上するものだからとか言ってやたら気合い入れて作ってたよね。もしかしてこの島は。どうしたの？いえ、何でもないわ。それより、ゼータは拠点に戻って指導を待っていて、私は島の奥を探してくるから。もし指導が拠点に戻ってきた時、誰もいなかったら困るでしょ。ここまで来てそれはないでしょう。私が探しに行く。だからアルファ様が拠点に戻りなよ。この手の仕事は私の方が向いてるでしょ。私ならシドの行動もある程度推測して探すことができると思うけど。そんなことしなくても主の痕跡をたどって私が見つけてみせるよ。獣人だしね。っていうかずっと思ってたんだけど、アルファ様、リゾートに来てからなんか焦ってない？あなたのいつもの柔軟さはどこに行ったのかしら？私はいつも通りだよ。アルファ様が我先にと動くからさ。そっちこそ全然らしくないよ。私も焦ってなんていないわ。あなたがやけに張り合ってくるだけでしょ。何がしたいのかしら？私は主に最高のバカンスを送ってもらいたいだけだよ。それ以外に何かあるの？私も同じよ。こんな状況だけど彼に楽しんでもらいたいだけ。やっぱり張り合ってるとか思ってたんだ。そうね、あなたも同じ気持ちでよかったわ。だからもう牽制し合うのは終わり。協力して指導を探さないと。そうだね、ああいうのは疲れるし。はあ、言葉にできてすっきりした。さて、そうと決まれば早速行動しよう。もちろん二人で協力してね。ええ、もうすぐ日が落ちる。すぐに彼を迎えに行きましょう。主の匂いがするのはこっちだ。ちょうどさっきいた場所の反対側のようね。森を突っ切ってここまで来たということかしら。主はここまで何しに来たんだろう。散歩にしてはハードすぎない？それはそうね。ゼータ、さらに後を追えるかしら。いえ、その前にあの邪魔者を倒してからね。おお、大きなコウモリ。こんなのどこに隠れてたんだろう。もしかしてこれが。そういうことね。そういうことって？こっちの話よ。どうやら縄張りに入られて興奮しているようね。なるほどね。でも邪魔をするなら容赦しないよ。ええ、そこをどいてもらうわ。よし、一丁上がり。ええ、早く先に進みましょう。待った、そこの草むら何か来る。ゼータ、警戒を解かないように。わかってるって。さて、次は何が出てくるのか。うわあ、でっかいコウモリ！って、もう息はないのか。びっくりした。あ、主？シド、こんなところにいたのね。アルファとゼータ、二人揃って、まさか。もしかして、お宝を奪いに来たんじゃ。でも、どこから情報が漏れたんだ？見つかってよかった。え？なかなか戻ってこないから心配で探しに来たの。怪我もなさそうだし、無事で何よりだわ。お宝は？お宝？
何それ。あ、いや、知らないならいいんだけど。宝探しに来たわけじゃないのか。よかったよかった。とにかく拠点に戻るとしましょうか。もう一度料理を作り直さなくちゃ。うん、それがいいよ。主は昼も夜も食べてないだろうし。あ、そういえばそうだった。宝探しに夢中で忘れてた。まあ肝心のお宝は島中探してもなかったけど。仕方ないから朝食の担当は譲るよ、アルファ様。あら、それはどうも。じゃあ昼食はお願いできるかしら。ん？まあよろしく頼むよ。さっぱりわからん。その場のテンションでお宝だと信じ込んでたけど、結局この手紙って何なんだろう。その目は暗き闇の中に光るとか、まさにそれっぽいと思ったんだけどな。闇に光る目、猫、いやもっと無人島っぽい何か、鳥か猿か、暗闇だからコウモリとか。あ、もしかして昨日のでかいコウモリ、あいつの存在を示唆してたとか。でも何のために。まあどちらにしろ空振りなことに変わりないか。それにしてもアルファとゼータに一体何が。昨日まではバチバチした空気が流れてたのに。まあ元に戻ったのなら何よりだ。その方が僕も過ごしやすいし。ん？なんか近づいてきてるような。あれは船？とりあえず二人も呼んでこなきゃ。主様、アルファ様にゼータもお迎えに上がりました。よくこんな無人島の場所が分かったね。どうやって探したの？無人島？この島も三つ星リゾートの私有地でして、近々開発予定で、今は確かに無人島状態ですが。え？とはいえ魔物の影響で計画に遅れが生じて。まさか主様はそのことを察知してはるばるここまで討伐を。さすがは主様、これで憂いなく開発を進められます。そういうことね。アルファ様、途中で気づいてたでしょ。ラムネの瓶を見た時にもしかしてと思ったの。魔物の剣はダメ押しね。それならあのメッセージボトルは。メッセージボトル？実はラムネの瓶に入った手紙みたいなものを見つけたんだ。これなんだけど。この手紙は私が流した主様へのポエム。まさかこんなところに。じゃなくて一刻も早く回収するのよメータ。それは私がお預かりいたします。きっと誰かのいたずらでしょう。責任を持って処分いたしますので。そう、それじゃあよろしく。文章のプロが言うならそういうことなんだろう。まあ書いた人にはちょっと感謝かな。いたずらだとしても夢とロマンをありがとう。ささ船に乗ってリゾートまで戻りましょう。無人島生活もこれで終わりか。お宝のことは残念だったけど、今回のバカンスもなんだかんだで楽しめたかな。それに町に戻ったらガンマがイベントを企画してるとか言ってたし、今年の夏はまだまだこれからだ。これで主との共同生活も終わりか。ちょっと残念。そうね、気持ちはわかるわ。いろいろなことがあったけど、ここからは七影として頑張りましょう。そうだね、改めてよろしくアルファ様。